僕一番びっくりしたのはその歌とダンスとお芝居がすごくこう自然に溶け合っている感じで一つの作品を作っててここまでのバランスのものは日本では見たことないなと思ってすすごく感動したのを覚えてますこのお話を私は映像であの見て見させていただいたんですがその時に一瞬で魅了されましてぜひこの役で初舞台が踏めるなら。 本当に幸せなことだなというふうに思い、はい、現在このようなな頑張りますなんかこうポワンとしたようなあの透明感のある印象があったんですけど実際会ってみるとなんかすごく信念が強いというか熱いものを感じてすごく信頼できるなと思って一緒にやれることが楽しみです今は今ソンハさんは舞台の公演中なんですけどその舞台をこの間見に行かさせていただいて。 激しくお芝居されて、圧倒されてしまいまして。この方と一緒にお仕事できるなんて、頼もしいなというふうに思いました。そして、今も舞台裏でも、こう、私がちょっと緊張してたのを、肩をこう、ポンポンと。あの、叩いてくださって、それがすごく頼もしかったです。え、僕の方が緊張してるんです。<laughs> <laughs> すごくね、オープンで温かい人たちですね。はい、初対面なのに、こう、なんていうか、家族のように接してくれて。 こう何でも相談したくなるような、えー、<laughs> まあこれからねまだ稽古始まると厳しい面も見えてくるんでしょうけどこう身を任せたくななるようなお二人でしたあのお二人が作り出すこの舞台も独特ですしまずはこうあの頭で考えるんじゃなくて声に出して動いてみようっていうことだったり私が今までやったことのないようなことばかりだったのであのこれからお稽古入るんですがその中でもすごく楽しみにしています。